ウ,ドウオンターニー県は、タイ、東北部の県の一つ。ノーンカーイ県、サコンナコ高ン県、カーラシン県、高ン県県、ノーンブワラムプー県、ルイ県と接する。日本語表記では、うどんターニー県とも言われる。ウどんオンターニー県は、コーラーと大地の中央部に位置する。ユネスコの世界遺産に登録された、青銅器時代の遺跡、バーンチエンは、 ウドウオンターニー市内から約4 7トル離れた地点にある。ここに遺跡があったということは、つまり、この地方では農業が発達していたということである。現在でもウドウオンターニーの農業は乾燥した気候を特徴とするイーサーンにあって、賑わいを見せる珍しい例である。この農業経済の発展は六十年代のベトナム戦争時、アメリカが 軍事基地を置く絶好の条件となった。アメリカ軍は1976年に基地を大軍に返還した。しかし、ウドウオンターニーに軍事基地があったことでこの地域にある種の変化をもたらした。ウドウオンターニー県民は米軍の接待のため英語を精力的に学んだことである。これはこの地域の国際性を高めた。もともと E3 地帯が貧困をたびたび被っていた。 地帯であることから、バンコクなどへの出稼ぎが多いが、ウドうオンターニー県民の場合、英語を話すことができたので、中東の油田など、海外への出稼ぎが可能になったのである。また、米軍基地があったことによりこの地域とアメリカのつながりが生まれた。県省、ウドうオンターニー県は20の軍に分かれ、さらにその階に155の町と1682の村がある。なお、 以下の軍のリストで結番の12から16番は、現在のウブアラム風県となっている軍である。ありがとうございます。